かつて栄えた都の廃墟に異変が起こった。遺跡を調べていた者たちが何人も行方不明になって、入れ替わるように不気味な球体が現れたという。モグが教えてくれた。あの弾は嘆きの攻撃。パラドクスに飲まれて犠牲になった人々の記憶をとどめているらしい。人々の思いを封じて漂う弾が俺たちに何を語るのだろう。